国際医療福祉専門学校。国際医療福祉専門学校は、千葉県千葉市中央区に本部を置く、救急救命士、理学療法士を養成する専修学校。設置者は、学校法人阿弥陀寺教育学園。本校の他に、石川県七尾市と岩手県一関市に分校を設置している。栃木県に本部を置く、国際医療福祉大学とは別法人で、無関係である。救急救命士の私立養成校としては、全国で5番目に運営開始されている。救急救命学科は2年生の短期養成であるが、民間養成の救急救命士専門学校として、初めて解剖学の実習を取り入れるなど、独自の教育システムを取り入れている。ICT に強い救急救命士養成校としての再スタートを切っている。マラソン救護のボランティアや地域学校のスクール BLS の指導、救急車同乗実習、水難救助の演習など現場に即した教育を意識して行っている。2004年には理学療法学科を開設。また、産学協同にも力を入れており、2011年心肺蘇生の音声誘導デバイス ERV を開発している。2012年より ICT 教育間共同入プロジェクト開始。学科 HP を別途、ジムデュで教員が作成運用開始。各種 SNS にて情報発信。2014年第10回記念全国学生救急救命選手権大会主催 HP 管理運用開始。2014年度救命学科入校生より救急救命士養成校として全国初の一人一台 iPad を無料配布決定。学内ネットワークやインタラクティブプロジェクタ等の整備開始を決定した。2014年4月よりインタラクティブ授業環境を導入のため救命学科全教室を改造。17期生に51台のIPAでERVモデルを日本の救急救命士養成校として初めて無償配布し、Apple configurator による iPad 管理及び授業使用 APP の在籍中無償配布を開始。持ち込み学生 iOS デバイスを接続化。年2回の ICT 公開授業及び年2回現場救急救命士による外部実技評価試験を公開。iOS コンソーシアム教育 WG 参加。第2回名古屋次世代クラスフォーラム発表。理学療法学科は以前より Windows PC を BYOD にて使用している。室根校舎大東校舎。ありがとうございます。